やっていきましょうか。バイオハザード、アリフォー、ハードコアナイフ、ほぼナイフでクリアということでね、まあ、やっていこうと思うんですが、間違えた。あってた。普通にあってた。で、くるっと一回して、あ、こうだ。間違えた。合ってないわ。全然合ってなかったね。しまった。恥ずかしい。で、まあ、前回ちょっとね、もう修羅場でしたね。もう回復アイテムを何回使うんだっていうようなね、もうところだったんですけれども、まあ仕方ない。僕のプレイレベルなんてそんなもんですよ。ご理由は無計画に、そうなんだよね。結局無計画に生きていくのがね、もう人生楽しかったりする。でも、旅行とか計画立った方が面白いよね。で、何よりも、計画通りに行く旅行っていうよりは、まあ計画通りに行く旅行も面白いんだけど、その、旅行を計画すること自体、が面白いなって思ったりするんですけどね。まあ皆さんどうですかね。僕は結構ね、旅行に行くのは好きなんだけど、その旅行に行くための計画を立てるっていうこと自体、ノブスめっちゃうんこしてるわ。ズボンも履かずに、ズボンも履かずに、ズボンを履いた状態でノブスしてるよね。で、あいつだ。そのまま行ったらカッチンでハマ、あー目の前におっちさん、おっ。え、今どうなった？マジでどうなった？完全におじさんにやられたよね今ね。ほい。え？めっちゃおばさん来てるわ。どんでスタース？何があったの？ってめっちゃ心配しに来てくれてる人がいる。さあおいでおいで。引っかかっちゃうよ。テレスコーって。え、そっちから来んの？こっち行くの？え？これはどうしたらいい？どんでした？バレた？バレてない。みんな静かに。バス。来る？おいで。え？バー何してんの？バー？バー？え？なんか独り言言ってる。俺と一緒だ。バー？ああ、なんかテレアポがなかなかうまく取れないわって言って。ああ、わ。え、バレたんじゃないの？普通にバレてんじゃん。アイバエッソ、痛いって、なんで今完全に、お前、方向が違ったべや。なんで当たんの？おかしい！あ、ガキーン！なんかもういろいろ、早く来て。ガキーン！普通。お前、ほんと。ほら、そのもともとないおっぱいもっと削ってやるよ。ほら、やばいな。まあいいや。これはちょっと別のあれで利用させてもらおう。今回に関してはね、ちょっとダメージを食らうかどうかよりも、もうあのね、死ぬか死なないか、もう一撃食らうか食らわないかの、そういう大きい差になってくるっていうところなんでね。はい。アレキサンドライト。かっこいい。名前がかっこいいんだよな。そう。あの、今回に関してはもうそんなね、事情が実は待っているというね。まあ、実は待ってるというか、もうみんな、ほとんどの人がこれやったことあるか見たことあるから、次に何が起こるかっていうのは存じ上げてますっていうところだよね。で、しゃがみます。で、上がります。で、こっち、フラッカー。ラララ、フラッカー。フラミンゴルルルルルル。ほいやー、無理だね。さすがに無理だな。これこっち進んでって、ちょっと待ってね。ファンファン言ってんのを後でにしてとして、拾って、人形を打ち壊せ。貴族をボコボコにしやがれ。ボコボコにしやがれ。あー、危ない！でこっちの方で、違うよ、危ないよ、逃げる、さあ逃げろ、うんこだ、捨てろ、そりゃうんこは捨てなあかんけどもやな、ほら、あ、一発、トッキョ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 ッキ
ってる。さあこいつには一回やられてっかんな、本当に。さあ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 、呼んでよねー。引っかかるや。え、引っかからな、引っかからんどする。
よし、オッケー、蹴り倒す。で、寝ている最中に、ほい、ほい、タフ。終わった、バリー。お、全然違う。早くないあいつ。んで、あれ今なんかさ、斧普通に食らわされてたぞ、今。早いな、あいつ。ほんで、走ってくんのが。タッフィー。よし、おいで。さあ、学習能力はあるのかな、果たしてあった。早いな、普通に。シンプルに、早いぞ。あ、なんか、ごめん。なんか、自ら迎えに来た。あ、ちょっと待って。あれ、ちょっと待って。普通に今倒れてたよね。普通にナイフのあれが来たぞ。あ、な、自ら引っかかりに行ってくれてる。ありがとう。オッケー、これでいった。あー、オッケー。なんだ、引っかかってる。ドキーン。人が気持ちよくなってる時に、自分だけまた、苦しめようとしたら、そんな恐ろしいことしちゃダメっすよ。ダメ。あー、よかった。もうほんとね、こういう一撃野郎がある時は、ほんと気をつけなきゃいけないですからね。ということで、どこだ？あった。キーコ。あ、違う、全然違う。あれ、ちょっと待って。どこだ？キーコ言ってるけど。あのね、宝の位置とかいちいちね、だいたいこの辺っていうので覚えてるだけでね、本当にどこにあるかって。あ、ちょっと待って。こっちか。あ、違う。ガンパウダー。え？ん？あれ？あ、トレジャー買ってないからトレジャーの位置が分かってないのか。あった。そうか、なるほどね。トレジャーのあれが現れたら、毎回じゃあ買わなきゃいけないのか。辛いね。だってこれも本来さ、あるはずだもんね。ほい。え、これを開けたりは、ちょっとめっちゃ、カリカリ。よし、オッケー。いやー、よかった。あれ、下手くそ。あれ、硬い。よし、オッケー。で、こっち。まあ、ここ修羅場クリアできればなんとかなるっしょ。ね。で、こっちに誘導してもよかったんだね。これがあるから。で、ここも油断してるとカッチャーンってなっちゃうから気をつけて。あ、ちょ。あー、なんでやねー。おかしい。バイバイっそ。やっちまった。で、ほんで、ここにも。あとは何もなさそうかな。よし、じゃあお邪魔しまーす。こんだけ騒がしくやってんのにさ、やっぱ、あれなんだね。考え事が多いと、うんこしちゃうんだろうね。うわー、そんなことができるんだ。今のスニーキングなの？ごめんね。気持ちよく、悪くない。垂れ流してるところ、本当に申し訳なかった。この村にしては。あー、そうだ、しかもこれあれだ、戻るとき大変なんだよな。ワンオンが来るんだもんな。めっちゃ音楽、バイオ法。音楽じゃないな。SE か。素材エールはね、もう、あれ、売りさばくからいいよ。で、こっち。種。あー、なんだっけ。種を植えて、で、家畜、これどこだ？家畜って。あ、家畜って、子供。オッケー。ちなみにさ、これさ、変なやつ来るじゃん。こいつ無視して、ブイー、針が出なかったか。ほら、ほんとこいつが一番嫌いなんだよ。あのね、怖い。シンプルに。僕、ちびりだからさ。今のでも、3滴くらい漏れてる。知ってるはずなのに。で、ここの取り、アイテム取り忘れは、やっぱあれなんだな。地図か、だから買わなきゃいけないんだな。まあ、買わなくてもいいか。よし、あ、やっと手に入ったレッドハーブ。え？オッケー。で、これで、そう、なんかもうこだわりがある人たちがたくさんさ、これでなんか位置とかをこう自分でやったりとかしてたけど、僕はもう全然こだわりもなんも、へったくれもないからさ、もうどうでもいいやと思ってて、ね、ガチ勢からしたらね、お前サボりすぎだろみたいな感じかもしれないけど、まあそんな感じ。はい、一番。毎回わかんなくなるんだよね。違うね。くるくる。未だによくわかってないっていう。反対か。逆、散らかってんの。あれ？
いてこのアタック勢からしたらおめえのプレイほんとイライラすんなって言われるんだろうな、うん、まあ、俺もイライラしてるから安心して。ナイフがあれなんだね、おしっぱでうんぬんじゃないんだよな。ということで開けます、降りてきまシェーン。残念、ここでもうね、あのね、二人でやるよって出てきちゃうんだよね。どう考えても村長の体格からしてさ、大の字じゃないと寝れない感じになってるよね。薬でも飲むかな。うん。ねえ、だって、足の長さ絶対はみ出てるよね。うん。あんまり足を、なんか高いところにやってたら血液が、そんなことはどうでもいい。さあ、拾って。じゃあ、お疲れしたー。またお会いしましょう。バイキャーって、そうはいかがおろしませんぜ。でん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 、痛い、痛かったよあー、ちょこしゃれる、助けて、まだまだ僕痛いから、そんなことしないで、助けて助けて、だーれか、血が混じってきたようだな。あ、血は混ざってないっす、単に虫一緒になっただけです。はい、で、お外からパティーンと、エイダの衣装交換できないのかな、残念だよね。あれなのかな、エイダ編ができたら、なんだろう、コスチュームチェンジとかができるようになるのかな。やっぱだってさ、エイダのさ、服装がさ、チャイナドレス、元祖エイダの服装になることも大事だし、またなんかちょっとスパイっぽい格好になるのも大事だし、ね、そういうのはやっぱりちょっと、エクスチェンジできたら面白いですけどね。はい、ということでね、無事に、なんとか、一撃死を持ってるやつに絡まれずに、逃げ切ることができました。はい。ということでね、今回の動画は以上とさせていただきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、明日もお楽しみください。ではまた次回パートでお会いしましょう。バイナラ。